小惑星探査機、はやぶさ2、地球へ帰還を開始。本日、JAXA が小惑星探査機、はやぶさ2のイオンエンジンの加速の開始が確認されたと発表しました。およそ1年後に、はやぶさ2が地球へ帰還することになります。今、画面で見ていただいているのは、7月に実施された 第2回タッチダウンの様子であり、はやぶさ2が小惑星リュウグウのサンプルを大量に地球に持って帰る予定でございますので、JAXA の皆様には最後まで気を抜かず、はやぶさ2を確実に地球へ帰還させていただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。